はい、増山さんとアドリブおじさん、予選が始まります。 B の左角、P56 さんのアラクネとマスター先生のアラクネ。 B56、 はい、 B56 さんのアラクネ対マスター先生のアラクネ、はい、A というかのメインモニターの方で来てもらいますか。はい、そうですね。あの独断と偏見でですね、アラクネ同キャラは周知にさらした方がいいと思うんですよ。これはタゲーゼにもアピートでいいですね。一発目からブレイブルの激しい部分を見せていきたいと思うんで。はい、あのですね、一番激しいです。これね、でも一応ね、アラクネ同キャラ自体を狙ってやったわけじゃなくて偶然なってしまったので、どうせだったら見とこうかなというですよね。やはりアラクネは戦のまあ、アラクネというキャラクターを説明すると、まあ、ラクインゲージというその体力ゲージとは別のゲージを貯めていくことにより、あの信じられないほどの破壊力を持つキャラなんですけど、まあ、体力の概念はないです、はっきり言って。そうですね、ワンコン即死、もう日常茶飯事です。そうですね、食らっちゃいけないものを食らったなと思ったら、席立っても両替しに行ってもジュース買いに行っても大丈夫です。そうですね、まあ、でも記憶に新しいのはどこかの配信で、某配信で106ヒットぐらい決めてなんか大変なことになってたって確かあるような気がしますね。そうですね、おっとさ、おごられくんがどんどん来ます。おごられくんガンガン来る。あとこれもう一杯来ました、下級さんです。下級さんにおごられくん重ねていく、おごられくん重ねていく、オレンジジュースが、対戦の互いに、確認してくださいね。ボタンセッティングのボタン確認して、対戦でボタンが合ってるかどうか確認してください。大丈夫だったら、互いに、互いに大丈夫だったら、連絡を取り合って、キャラクター強くて一回戻ってもらえますか。さあ、ちょっとオフラリ君もあるんですけれども、予備予選が始まりましたので、実況解説したいと思います。さあ、私実況、アクスと申します。よろしくお願いします。さあですね、荒くね同キャラ戦。これボタン配置を確認中ってやつ、今ボタンを確認して互いに大丈夫と意思疎通ができたらキャラクターセレクトに戻っていただいて、ここからが勝負ですね。そうですね、でそのキャラ戦の間に、先ほどのおごられくん、カキュンさんに、オレンジジュースが KLY さんから、ごいキャラ応援頑張ってますとのことです。ありがとうございます。さあ始まるアラクネ同キャラ戦。さあステージの方はですね、オートとあとトレモステージだけは極力控えてください、お願いいたします。この戦い互いにジャンプ攻撃非常に強いので上の取り合いになりますね。さあ緑色が、P56 ことピッコロアラクネ、そして黒い方はマスタリアラクネ。さあ開幕霧を吐いてお互い地上切り、さあこれに触れるとラクインゲージが止まります。これはさあこれは全く格闘してない格闘ゲームなんで、さあお互いすごい駆け引きをしてるんですよこれ。どんどん来る。さあこれちょっと後回しにしましょうか。さあ霧を吐いて、さあお互いまだラケンゲージは溜まっていません。さあ空投げのスカリー、さあチームさんもさあこれいろいろやっている。さあ中段ガード、さあダチにガード、今の中段クラウドほとんど死んでしまうので、さあかぶせていく。さあ体力の変動はほぼありません。さあ荒くなって体力があったってなくなって変わんない。さあダチに届け、これは楽園がもうすぐついてしまいますね。空投げ、さあここからワンチャンスですよ。ダイブが逆にいってしまう。さああのふわふわしたの設置型飛び道具と判断してください。さあアラクネ、マスタリアラクネのラクインゲージが残りあと1回とリーチがかかっている状況。さあ何か触れると、さあシャリン落ちたのに、さあこれです。この状態こそアラクネ真骨頂。ただ暴れが通って、これはかぶせていく。さあまだ続く、さあ恐怖のラクイン状態、ガードキャンセルが届かなかった。ここからコンボ見せてしまう。さあ生きている。さあラケン解除するまでが長いですが、一回解除してもらうとまたラケンまでが長い。さあ軽投げ、投げたのはさあスタリアラクネ。さあロンゲしてコンボ見せ、コンボ見せる。さあ今度はやり返したい。さあ今度は形勢逆転、これはでも中断。さあ割れる。さあここはガクルス、さああとやりたいだけですが、さあやりたいだけ時間が長すぎましたね。さあお互いテンパっている。さあ先に1本取ったのはマスタリアラクネ。さあ先ほど見ていただいた通り楽園状態になっちゃうとくちゃくちゃにできます。くちゃくちゃ具合はね、僕たちが解説実況することはできることは不可能なレベルのくちゃくちゃ具合なんで、究極の実況殺しですねこのキャラ。さあ若干楽園状態有利なのはマスタリアラクネ、先ほど同様ですね。さあこの霧出したい霧ランダムなんです。さあ出したい霧が出ないときは自分からどうにかするしかありません。この霧がつくことによって相手の楽園ゲージが少しずつ溜まっていくので、この遠距離戦も非常に大事です。このアプローチのかけ方で荒くて同居率が決まるんですが、さあこれよく読んでる。
さあ、タジミ、これがラミー状態、さあ、崩したい、崩したい、ファースト使ってまで崩していく。さあ、ここを落として、攻め系とく、裏をガードしている、素晴らしい。さあ、やり返される。さあ、ムシムシ大作戦、どっちのムシ、どっちのムシなの。さあ、中学生だ。さあ、ここは間違いなくミスらなければ、この瞬間が実況殺しなんですよね。そうですね、僕らはね、ちょっとミスらないでくれって祈りながら見てるだけなんで。そうなんですよね、ミスった後、ミスったのか狙いに行ったのかは分からないですね。さあ、1試合取ったのはマスタニアラクネ。さあ、2試合目です。これでマスタニアラクネが取れば、マスタニアラクネの勝ちになりますね。あ、おごられくん来ました。これ僕なんですわ、これ調査。僕2個目来ちゃったんす。2個目来ちゃいましたね。これ後で読ませていただきますね、ちょっと長いので。さあ、はい、先ほど同様、まだまだおごられくんが登ってくる。しかし今はちょっと予選中なので後回しにしたいですね。そうですね。さあ、先ほどと違い、さあ、神様やっと立ち痛く、ゲロ吐いて、さあ、ここは絡めていく、暴れが通って楽園ケージを回収していく。さあ、あと1回といったのが緑色の方なんですが、この1回がちょっと長いです。さあ、切り吐いて、この切りに触れれば楽園スタート。さあ、これで楽園スタートして、黒い方が追い詰められるターンなんですか。さあ、巧みに逃げる、前捨て、バック捨て、駆使して逃げていくが、捕まってしまえばもう飛ぶよ。さあ、中段は崩せないが、もう一回やり直し、楽に何度かしのぎましたね。さあ、ここはしのいでいく、続く、ただこれは対策している、やり込んでいる。さあ、鳥が当たってダメージを取っていく、ダメージ5分。しかし楽にさあ、たまてばほぼ即死です。さあ、地上切り、さあ当たっていくのは黒いアラクの方。さあ、じわ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 距離を詰めていく。さあ、まとわりついたな、緑、緑がもうすぐつけそうだったら離れてしまう。さあ、お互い体力は、さあ、なるほど、さあ、壊してみてく。さあ、ガンガン出ない、互いにちょっと動きが硬いですね。さあ、これは予選ミラクルってやつですか。初戦だけやります、やっぱりシャガシャガして。さあ、残り1カウントを守りきったな、緑の方、この超ハイパー攻撃力のあるキャラクター同士タイムアップがかなり珍しいんでね。そうですね、一回両方ともしのぎ切ってますからね。さあ、サーティーカーペロッとしたところ、裏からサーガティー届かない。さあ、流しから当てて攻めていく、これも届かない。さあ、やり返す、お前の中段通らねえけど、こっちの中段通すからと。さあ、ここはあと1回、互いに様子見して楽園ゲージをつけたい。さあ、先についたのは黒い方の楽園ゲージ。さあ、しのぎきれるのは緑方。さあ、クルージングしてるか、捕まる。さあ、下段4回。さあ、下段には補正がかかるので減らないように見えるんですが、実は減ってます。さあ、暴れてしまった。さあ、まだ当たらない、お互いちょっとコンボ見せくらいですけど、互い楽園圏内ですね。これはさあ、緑の方です、立ちに。さあ、割っていく。さあ、これは、割りからの DMC 指導なので反走すれば若干これは残るか、ありですね。あれ、なんかそれほぼミスている。さあ、ガーキャン潰し、優雅に目の前に降りてきましたね。本当ですね。お前のガーキャン読めてっから俺投げるわ。さあ、1-1リーチがかかってるのはマスタリアラクネ。さあ、ジャンピングス、さあ、ペロリを読んでいる。さあ、逆からしっかりもう1回一発投げ、あっと、シムシロ。さあ、これ多分レバーホール、これはね、かなりヤバいやつ食らってますね。これは死んじゃったんじゃないですか。搬送できればどうします、雑談しますか、この間。これはちょっとね、両替まで行ける、トイレまで行ける、ね、トイレありますね、これこれ、死なないんですか、残ったが、これはでも逆にめくり。さあ、ありますよ、これ体力5分ですね。さあ、5分ですよ、これさあ、とペロリ。さあ、トリトリはガードする。
さあ、あ、丸潰し。ここは1回リズム。まだ続く。さあ、ゴリグライダーが出て。キーパーさあ、さあ、取っていった、1-1。さあ、第3号は誰ですか？チョンさんのはちょっと長すぎますね、これ。あ、石田さん、連動さんに来てますよ。はい、レゲエパンチさんから、あ、ごめんなさい、ベノムマークからボスレディを対応してこれ、ウーロン、これ、レゲエパンチです。レゲエパンチっていうのもですね。さあ、おこなり君解説してる間に最終ラウンドが始まって、最終ラウンドというか先の試合が始まる。さあ、楽園状態はお互い、さあ、ここ落としていく。さあ、直感有利したのは緑の方。さあ、この楽園ゲージが溜まった方が一方的に攻めます。キーパーソン、これは楽園ついてしまって、多分これはね、どっちで補正切れるのにと思うんですよね。さあ、ここはダメージどこまで取りたいか。落としていく。さあ、切っていく。これはね、死んでしまうか。さあ、一回バンダイ挟みましてからのビーム、そしてビームからビームがつながっていく。さあ、覚醒から覚醒がつながる、一番嫌な部分ですね、これね。非常に痛いダメージ取って、さあ、リーチをかけたのは緑の方ですよ。しかし体力マックスなんですが、一発即死圏内は常に見えている。さあ、とりあえず消えて、これですよ、実況潰し。そうですね、これ全くわからないんでね、こっちも。さあ、まとわりついていく。Tガードさせて、上から下からさせねえよと。さあ、Dの持続が当たらない。さあ、楽今まであと1回。さあ、ちょっとずつちょっとずつ楽園ゲージを稼ぎたい。さあ、キリとジャンティが当たって、モリシャリーから下にキリがあったけど足りず。さあ、ここは楽にスタート、バックステル返して、さあ、やり返す。さあ、どっちの虫、わけがわからない。さあ、ワンコも決めている。それは相手の虫ですよ。さあ、さあ、どっちの虫かわからない。カラーは違うのに虫の色は同じ。キムシはどこにいるの。あまり楽にしのいだ形になりましたね。さあ、しっかり再開してる。さあ、この荒口の対空ですね、これです、これが強いんですよ。さあ、体力は奪えないけど、まとりつつ暴れていく。さあ、このバースト1回は相当でかいです。そうですね、今のバースト使ってしまうのも、体力が1割と8割でも 100% 取られてしまう恐れがあるというのが恐ろしいところ。本当です、この1回は相当でかいですね。さあ、楽に溜めたいんですが、お互い切りを出して同じものしか出れんだよと。完全に膠着状態でしたね、今。さあ、1-1。さあ、面白くなってまいりました。完全ボム、勝った方が1回戦勝ち抜きです。さあ、先ほど同様、切り出して楽園ゲージ舐めて、上切りしか出ねえんだよと。上切りついた時に荒くれる、何もしない感がやばいですね。お互いマグロですからね。さあ、立ちで3発から、さあ、半分、7割いく。さあ、あと1回でいくよ。さあ、下にも受ける。さあ、チリが当たる。この崩しを見ることができるか。さあ、めくりの中段です。ファースト使っていき、引かしていく。これはしのいだ形になる。さあ、しのぎ切りましたが、その反動はでかいです。体力半分と。しかし、ここで形勢が逆転してる。落としていく。ヒリがついて、これはデジャブ刺さって、もう一回暴れている。さあ、さあ、クソゲーになる。この覚醒を当てると一発で楽園がつきます。これどっちがどっちの虫か分かりません。実況も分かんないです。もう訳が分からない。さあ、ガーキャン使って時間稼いで、まだ虫が残って、互いに何もない状態になってしまいましたね。さあ、これただの殴り合いになりましたよ。かわいい。さあ、キーパーソン、さあ、切り返して勝ったのは間違いなく黒い方。
さあ、荒くね同キャラで死ななかったってのはすごいと思いますよ、僕でも。赤いタイムを繰り返したっすからね。次、ハキュンさんのところ入れてもらっていいですか。こっちピックアップ2つあるんで。はい、かしこまりました。あとすいません、次の試合からメインモニターの方 BGM ランダムでお願いします。 BGM の方ランダムにしてください、お願いします。かきゅんさんとハンバーグさんですね、前の配信台の方で試合してください。これはどういうことですか。なんかスーパー大量に怒られくんが来まして大量の怒られくんが来まして、お呼び出しますね。久保さん、キネ兄さん、堀すみません、奥の方でどのくらいやってますか。入り口の方にプレイヤーが集まってしまっているそうなので、入り口の方のプレイヤーよかったら奥の方に少しずつ、皆さん少しずつ道を開けてあげて助かります。仕事場より愛を込めて。奥って結構開いてますかね。奥もパツパツですかね。パツパツ、奥もパツパツ、奥もバツバツなんすか。人数がさあ予選が始まっちゃって、おごられくんもう飽和状態になってるんですよ。この間に僕にとってまたすいません、僕私のことなんですけど、おごられくん2回目来ちゃいまして、これしかもね、これ多分ねアメリカの人なんですよね。アメリカの海外のライチさんのケンさんから、アメリカからアメリカからおごられてくる。レベル1さて、こっちは C ブロックのピックアップ試合、カキュンラグナ VS ハンバーグバング。さあ皆さんご存知、某店長カキュンさんです。カキュンさんはね、なんだかんだ言って人気当選の方で惜しくも敗れてしまった私なんですけど、こうやって当日に来てくれたのですごい楽しみですね。そうですね、ギャラリーに対しても愛のある方ですね。まあ、試合回数8000試合っていうのもこの人だけだったんです。全員一対戦するんですかね。そうですね、あの仕事と言いつつブレイブルーを対戦できるのはすごいいい環境なんですよね。今回このラグナのジャンプシーンが非常に強いので、バッターを止めるのはどうやって止めるかっていうのが大事ですね。そうですね、この飛び、ラグナは飛びが強い上にですね、横足も強いのでダッシュがめんどくさいですね。さあ裏回りから、さあやってないから、日頃ゲームセンターでやってるので、こういう風にちょっとそうですね、こういうところはちょっとやり込みの差を見せてもらいたいですね。1ラウンド取るわ、かけるラグナー。ちなみに補足するとですね、僕がもう何年も前ですかね、格ゲー始めるくらいからのレジェンドなんですよね、この方。そうです、ギルティのゼックスからのプレイヤーとなっております。さあ今ではもうテンポの店長となってます。さあ6ミリ中段で崩して、さあ落としていく。さあしかし足が続く、中段から刻み直していく、面白い展開。さあお前画面端から逃がさねえからと、さあ画面端維持していく。さあ下段下段下段とバーストも読んでいく。さあ昇龍しっかりとフォローしたい、決めていく。このゲームの中でね、やっぱインフェルノディバイダー、ラグナのインフェルノディバイダーが最強の勝利って言っても過言ではないので、どうやってこの勝利に対してリスクをつけていくかっていうのが非常に見どころですね。そうですね、これを縦にしたズーズーシステムがラグナですね。10人分のおごられくん消化したいんですけど、これそろそろやばいよね。でも大丈夫、ウーロン茶だから炭酸は抜けないよ。あ、でも神ちゃん宛てにビールのおごられくんがあるので、これは先に紹介した方がいいかなって思ったんですけど。そうですね、上園さん飲みが足りねえってことじゃないですか。さあね、1試合先に取ったのはかけうなぐな、そしてハンバーグバンクとなります。さあ空対空じゃないから画面端が近ければバンクもそもそもの効果力になります。さあ押し目のけどガード、さあ押し返してくラインを上げたのはラグナ、画面強まりてフェイタル。さあ1点目の技安いです。さあ対戦数は多い先生、さあさあここを割り込んでいく。さあ昇龍なのに当たれば追撃ができちゃうよと、かなり美味しいバトルです。ゲージが非常に回収されてますね。さあコンボできない秒にかかってます、かけるんですが、さあしっかりと冷静にコンボを決めていくのはハンバーグバング。さあ投げが続く、攻めは継続。
さあ体力はバングより、しかし中段から位置入れ替えて、さあ画面端持っていく。さあできない子中段で崩して、裏もあるからまだ来てるよ。昇竜さあ冷静ガードしてる。さあガーケンでずらして、さあ見ている、もう一回やりたいだけですよ。さあ押し込んでいく、しかししっかり決めていく。さあラスワンになるか。さあお互いバーストは残していますが、このバーストの使いどころ間違えるとピンチを呼ぶになります。さあ下がりくらい、立ちに当ててコンボに行く。さあ押し込んでいく、バングはさあ昇竜、さあ恐れを知らぬ昇竜。さあ低段中段ガードするが、そこは投げで崩される。さっきからだんだんあの打撃を膨らんでいたので、こういう左に投げには対応できてないですね。さっきのが防ぎになってますね、やはり。あっと本人が甘えたときますね。もういやいや、まだまだやる気だったんですね、まだ。あそこまでセットプレーだったわけですね。あーですが、さあバースト入っていく。さあここは逃がしたくないか、攻め継続したい。立ち見届け、さあこれは美味しい。4戦取れるところ、さあ下から落として2倍だ。さあこの勝利がまさかの切り返しからダメージを取ってくるとはとんでもせえの。さあこのバング、さあ中間に対してはすげえ反応いいです。投げもしっかり外して、投げはやらせねえよと。さあここはずらしていく、ワースト4点。さあ2倍弾を恐れない。さあしっかり決めて、勝ったのはかけらが。先ほどから素晴らしい直角戦、こちらでお願いします。さあ今のツアー、ここでおごられ君を紹介しよう。久保さん、久保さん、はい、ウーロン茶来てます。久保さん宛てにウーロン茶来てます。はい、ちょっと人数多いんでまとめてみますね。キネ兄さんでいいんですかね、こちらカタカナでキネ兄、キネ兄かな。じゃあ連戦で、あ、じゃあこちらで、あれワンピッツペッキー、キネ兄さん、兄さん、では次はですね、はい、堀さんでいいんですかね、堀さん、はい、来すぎ。おごられかね、めちゃくちゃ来てるんですよね。連鎖宛てにおごられか来てます。連鎖、あそこで手を挙げてる方なんです。はい、連鎖宛てにウェポンさんからレーンさん頑張ってください。だそうです、こちらになります。堀 A さんいます、英語で堀さん。ゆうむらさんとあきらさんいますか。ゆうむらさんとあきらさん、はい、かしこまりました。コナンいるかな、コナン。堀さん来た。堀さん、ウーロン茶が届いております。あ、メインモニターって、メインモニターはですね、岡安と、闘撃の覇者です。あ、闘撃覇者と。コナンいるかな、コナン。トイレに行った、あいつ見た目に。あ、おごられくんできてる、ゆうむらくんとあきらさんに。おごられくん来てます。天狗扱いの活躍を楽しみにしています。天然オイルを送ります、だそうです。山中 D アークシモワクスさんから。はい、来ました、次のおごられくん来ました。実況アクスさんに、注文者チンパンさんから、長丁場で大変だと思いますが実況頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます。ウーロン茶が消化しきれないと。コナン来た、コナン試合です。メインモニターに、じゃあちょっとお願いしますね。さあ、補足だけしてみますと、これね、消化しきれない、一気に10人も来ちゃって。そうですね、コナンが準備してる間に解説の調査にウーロン茶が行こうとしてますね。そうですね、僕に来てる、
僕にもウーロン茶来てる。ありがとうございます。カビちゃんにウーロン茶来てますね。僕ね、ジンジャーエール、ウーロン茶、ビールでかなりね、飲み物来てるんで。来ましたね。メインモニターの方、じゃあ今のうちに、東進タドさん、東進タドさん、武神ソナさんいます。ウーロン茶来てます。東進タドさん、武神ソナさんいますか。椿弥生、おすげえ量来た。吐ききれないね。あ、これオレンジ R1 さんって、オレンジス、ま、あ、さっき回しましたね。それは見てるよ。遠く離れても大事なゲーム友達さ。キリダンスさんからレベル1アクション。これ取れないからね。多分これだぜ。メインポイントの方はじゃあボタン確認の方ね、今やってるんで。ボタン大丈夫だったら、大丈夫ですか。キャラセリに戻ってください。大丈夫だったらキャラセリに戻ってください。Please select your character. そうですね、おごられずかを消化するとかなり難易度高いって僕今初めて知りましたね。そうですね、これは相当難しいですね。あ、この間にちょっと先ほど趙さん以前対策手伝ってもらった海外勢の件です。お世話になったのでまともなお礼もできなかったので、ささやかですがドリンクをと思い使わせていただきましたってことです。ありがとうございます。ケンさん、日本のわびさびやね。大事なのを見ていくと、このね、可愛いキャラ、2キャラ、プラチナ対椿の対戦。椿の方はね、去年のチャンピオンなんで、動きをね、今回注目していきたいと思います。さあ、この椿ですね、前回同撃覇者となっております。現在プラチナが持っている装備がフライパンで超高速中弾が使えるというね、かなり崩しに特化した装備ですが、自分のターンが回ってこないと若干きついものがある。この攻め抜け出したい。攻め抜けてクリムソニック触った、下段が通る。ここから決めよう、攻めていくか、ジャンプが通る。この暴れ潰しが非常にうまい。画面の位置を確認して画面端をキープする。ガキ出して銃弾相手している昇竜拳。これ椿の昇竜拳がマイナスフレームが少ないので反撃が非常に難しいです。その対策をね、どこまで練っているかということは結構注目ですね。2ラウンド目、亀押しに押し込んで中段タック通して、まあ、椿というキャラクターはね、崩しは強いんですがあまり破壊力が出ない。キーパスね、返していく。泡がのそって飛びからスライシーで飛ばす。この猫ステッキ非常に速くて長い。ちなみにあれ中段です。他の人はね気づかないかもしれません、あれ中段なんでかなり面白いんですよね、あの技。腐ってますよね。おっと、ヒントは衣。あら、たまらずバースト、衣がなくなっちゃう。ドリームサリーからたまらずバースト、上から押し込んで綺麗につなげて、これはこの目は差し切れないが崩しがきつい。ガキャ使って昇竜派生、この昇竜拳にねゲージがあれば派生が出せるので反撃がかなり難しいです。そうですね。さあ2戦目となります。これをコナンが取ると1戦勝ち抜けとなります。さあしっかり見ている。ああ見てからテーラダンシーが通っていく。距離詰めて、さあ立ち差し返したのは青クエス。中段通して、これは空中投げで補正を切る形。空中投げはねこのゲーム非常に強くてリターンも高いので、しっかり決めどころを見ているのが強いプレイですね。そうですね、この空投げ、対空だけにはかかるのでほぼ全キャラてかほぼ全キャラ、追撃が伸びるので、ここからですね一気に変わったりしますね。さあ中段で崩された、中段タグたまらずバーストですが、インストロゲージで椿の固有システムのゲージが4ゲージもあるので4回分すごい強い技使えます。今まさにこれですね、昇竜拳からガンガンコンボに行く。空中ガード不能の技から押し込んでいきたいが
アッパー対空から吹っ飛ばしてワンコンボ。やはりですね、相手が覇者だと上がってしまうんですよ。対空判断が素晴らしい。していく勝利を釣る形でしたね。打たせて潰す。なんかリバーサタックル、チンパンですか。リバーサチンパンという恐ろしい行動を見ました。今泡で捕まえてワンコンボ置き攻めが勝利で拒否、そして派生で拒否。素晴らしい技です。ワンコンボね、追い込んで画面足はホームラン。これがワンボタンの無敵技、3回しか使えない代わりにワンボタンで無敵技を出せます。タックルからワンコンボ上から降りてきてバーストで切り返して、このタックルが非常に強い。勝利を読んでいた。ワンコンボ決めて、これは次が通ってしまうと紫投げが通って、ワンコンボ勝ったのはコナン椿。さあ焦ると紫も見えなくなるんですよね。そうですね、大会ならではの紫でしたね。本当だよね、見習いたいよね。次の呼び出しは五郎さんと誰だっけな相手、そうだ、うどん狭間だ。中央のモニターへ。あ、おごられくん来ました。4連続でおごられくん来るそうですよ。しのぎきしのぎきれるかな。注文者動画勢ウーロン茶が受けてるブッパさん、ブッパさんに大会後何飲みたいですかと。ウーロン茶来ました。ブッパさんいますか。ブッパさんいらっしゃいますか。テニスブースが上にいる。俺にレゲエパンチ入りました。応援してます、頑張って。最初ボタン設定した後に対戦始めて確認してOK だったらキャラクターセレクトに戻ってください。あ、フィールも来てます。え、ブッパさん宛てのウーロン茶が上にいるそうなんで、ちょっと置いときますね。しな。あ、はい。ソーシャン KSK 様にアイテムコーラお疲れ様です。六本木から応援してますだそうです。さあ関東だったらですね、このカードは見たかったんじゃないかと思って僕ピックアップしました。うどん花間 VS、 はい、実況のアクスさんにおごられくん来ました。食べ物もどうぞ調査と分けて食べてください。ありがとうございます。実況解説頑張ってください。動画勢さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。コナンさん、コナン連戦、B 兄弟の方でお願いします。コナンとアドリブ王子さん、B 兄弟の方へお願いします。さあここはあれですかね、僕声頑張って出してれば一生過ごしていけるってことですかね。そうですね、僕が喋れば喋るだけ飯が食えると。なるほど、簡単な簡単なお仕事か。ありがてー。そうですね、食べ物が第2号ですから。おごられくんですね、結構溜まっております。随時呼び出しますんで、呼ばれた方ですね、ぜひと取りに来てくれるとありがたいですね。そうですね、もしくは友達の方、呼ばれた方の友達がいたら呼ばれたよと伝えてください。お願いします。では、さあ試合が始まりますね。うどんハドマ VS 五郎キャラが出てこない、五郎誠ですね。コナン、コナン、コナンいるから、コナン、コナンさんいらっしゃいますか。コナン上行っちゃったかな。小屋ごめん、ちょっと頼まれてもらっていい。コナン、たぶんね、これリーグ戦になるので自分の試合が終わってもすぐ次が来るんですよ。なのでその台の周りで待機してもらうと助かります。さあいろいろと説明してる間に五郎誠が一本取っている。さあ世間の孫ですから見てろと言いながら参戦してくれました五郎さんです。さあしっかり見ている。素晴らしいですね、反応というかもう目がいいというかセンスも素晴らしい。
さあコナン来ましたよ。コナン B 筐体で。さあ誠のキャラですね。世間一般には弱キャラというレッテル貼られてますが、使い手が少なくなってしまった上、プレイヤーのセンスが光るっていうあれがありますね。まだまだね、全然戦えないキャラってほど弱くないんで、セットプレーの方がね、がっつりいってしまえばまとわりつけばいけますよ。さあ、バックステ潰し、ロックシーシド。さあ、玉のズバースを入ったのはうどん狭間。さあ、うどん狭間も最近ベキ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 と名前が売れています。さあ、コンボ精度だけでいったらかなり高いもの。さあ、このまとわりつけ、さあ、ガキャで返していく。さあ、ずらしていく。さあ、ここうまい。先ほどのね、チェーンからの移動を体が覚えてるでしょうね。そうですね。それに対して体育をずらすチェーンというのがあります。非常にね、いいチェーンですね、これ。さあ、ハイレベルな試合になっていく。さあ、1-1の状況。さあ、お互い空振りから始まるか。中段振り下ろしたな、ゴロ。さあ、投げる潰して画面端。さあ、しっかりとコンボを決めていく。さあ、投げからでもダメージ出せますよ。さあ、レベル2になってしまうが3200。さあ、9台手のダメージ取っている。さあ、ここでターンが変わる。さあ、まとわりつく誠に対していなしていくはずま。さあ、しっかり直下している。これがプレッシャー。さあ、めくりは空中くらいになるが、狭間に空中くらいは関係ないです。さあ、しゃがみ三振からジャヤク。さあ、ここからのコンボしっかり拾ってくれ。さあ、ここバスト。これはね、誠側もゲージが 100% あるので全然わからないですね今。さあ、今のダッシュからの直下は相当センサーあるです。あー、拾えない。これは先に1本取った方がでかいぞ。さあ、まだ分からないこの状況。さあ、崖を突く。スタートールがその後は続かない。さあ、接戦になっていく。さあ、一本下げに取ったのはうどん狭間。まあ、狭間のね、トリッキーなジャンプに対して対空を選択するのはかなり難しいので、それを何とかやってしまうと、それ何とか落としている五郎さんはすごいんですが、しっかり散らしてくるうどん狭間、素晴らしい。ああ、ハイレベル、ハイレベル。そしてこれは大事な大事な2試合目開幕。突っ込んできた。右ストレートでぶっ飛ばすか。端に追い込んで逃がさない。中段ガード押し返していく。これ狭間が画面足から逃げるとき上に逃げるので、これをしっかり捕まえていく。中段ガード暴れて前からしっかり落とす。捕まえて中段をよく見ている。そして暴れが鋭い。暴れ潰しからチェーンで上を取りたい。しっかり五郎マグド前で対抗しているのが素晴らしい。上が見えている。そして飛びを通して捕まえてリレー投げは抜けている。そして空対空がうまい。中段露骨に行くが池はね、よと上連覇。ワンコンボ決めて画面が見えている。池田拓体力状況は五分だが、互いにゲージが多いので、これは非常に一触即発。これはさすがに次で落ちるでしょう。あ、コンパンタイク、これは外れてしまう。たまらずバースト。上を取り合って、これは先に触った方が非常に有利。今のは表なのか裏なのか全然わからないぞ。ラピットして吹っ飛ばして、はい、ディストーションドライブでフィニッシュ。1ラウンド通るは五郎誠。お互いですね、直側を意識されてゲージ回収が早いんですよ。そうですね。あとは互いにピカピカ直下で光るので、無敵技割り込みに切り返して攻めが途切れてしまう。これ心理的な読み合いもあるので、捕まえて、ディレイ投げは抜けている。この抜けの判断素晴らしい。前からワンコンボ、端っこは痛いぞ。置き攻めがディレイだ。
先ほどから中段ワカードしてる、2レギュラーが通らない、素晴らしい。さあ空対空からこれは痛いぞ。4100、素晴らしいダメージ。このゲームは基本的に4000がね、意外とねダメージのでかいラインなので、4000オーバーのコンボはすごい痛いと思ってください。すごい昇竜が来た、有利フレームだ、ギリギリのフリフレームだ。昇竜中段ジャイク、このウルトラコンボからコンボを完走すると次のウルコンがたまる。ああ、ミスってしまう。バックステップでコマンド投げを拒否ってからの右ストレートをぶっ刺す。一勝一敗からの最終戦ですね。さあお互いですね、この一戦一戦でいろいろ駆け引きが変わってくるんじゃないですかね。ゴロマコトの 6A は半端ないですね。あれそうですね、すごく上が見えてますね。でもそれに対してうどん狭間も中段をしっかりガードしているのにディレイギュラーに引っかからないんですよ。そうなんですよ、ガード面に関してはうどんさん半端ないですよ。そうですね、そしてそこからのコパン暴れ、このねしガードがきつい相手に対して崩すにはやっぱりちょっと暴れに弱いような強烈な崩し狙うしかないんですけど、それに対してしっかり暴れてるんですよね。そこですよね、半端ない。はい、オラトペットレベル1アクション。さあ開幕、お互い狙ったものはしゃがみ絵だったが先に刺さったな、まこと危ないよ。リレー投げで苦しく、さあペースを握ったのはゴロ。さあここで締めるとこれが陰りになるんですが、さあここは中段カードからしっかり暴れていく。さあ先ほど蛇行が届かなかったからしっかり変えていく、空中がしっかり外して、空中投げ外した後の空中戦で読み合いっていうのも大事ですね。今のプレイヤーはかなりやり込んでいるので、空中投げ外れた後の読み合いすらもう視野に入れて空中投げ外されること前提の連携を取っていきますからね。そうですよね、展開が早い。さあここは全部足からフォローする、たまらずバースト使っていく。さあもう足からのジャイアク放電で、さあ大きいしゃがみですね、あれ完全に。さあ鎖が触ってから飛んでいく、橋が絡めば鼻のも減ります。ディレがない、さあダメージは出ないんですが、重要なのはゲージ回収です。ハズマのゲージが50パー溜まると危険域ですね。ここからですね、これ攻めも守りもかなり強くなるので。さあカプゲージの方はハズマのあれは攻撃だと思ってくれれば問題ないです。何か当たったら飛んでいける砲撃と同じ。さあここはシャーミくらいから距離稼ぎなかったからジャンピーが捨てる。ガーキャン飛ばして、ガーキャン返していく。このキャラね、やっぱガーキャンを使ってもう攻めを続けた後にすぐゲージが溜めれるというのが強みですね。すぐ 50% 溜まってジャイオク放天陣、ここからザイエガからワンコンボ、どこまで行くか、これはしっかり拾えなかった。さあ急に攻め転じることができる、バーストに対しても若干強い。コルナンパから落として置き攻め、中段をバックステップでかわしている。お待ちください。うわーっと、さあ立ち上が引っかかる、勝ったなウドンハゾマ。次、メインコルナンパ、こっちでうどんさん連戦です。奥の方の C 台っていうか奥の台でお願いします。トーナメント、メイン